はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル3では深みの聖堂ですね、続きをやっていきたいと思います。で、ちょっと先へ進む前に、生贄の道からここまでですね、少し探索を、やり返しましたので、ちょっとアイテムとかもね、少し手に入れたので、まずはそちらからご覧ください。という感じですね。なんか生贄の道とかマジであんなところにかがり火あったんだっていう。あそこのかがり火なんかそこまで重要な拠点でもない気がするんだよね。まあ、割とね、近くにかがり火があったりするのがなんか今回の特徴のような気もする。え、もうかがり火みたいな。じゃあ上に上がって、このエレベーターは下ろしておこう。で、またここからか。下まで降りますか、ちょっと。あいつ、またいるのかよ。超厄介なんだけど。スルーしたい。こいつはマジでスルーしたい。振り切ったか。割と簡単に振り切れたな。じゃあ、この水のところだね。一応、邪魔なやつは。倒しておこう。めちゃくちゃ攻撃が重いんだけど。このヘドロみたいなのは、まあ、別にっていう感じか。重くなるだけで厄介だけど。ではアイテムを回収していきましょう。大きなソウル、いけ。めんどくせえ。あれ、あいつもしかしてこっちまで来てたってやつ。お前もここでは動けまい。いや、動けないよな。走ってこないよな。てか来ない。リミットオブエリア。あれ、こっちから来たからあいつ別か。痛い。後ろ取れない。ケツを取りたいんだけどな。やらせん。それはやらせん。延茶かけるとき意外に隙が出るからチャンスかもね。で、ちょっと待って、こっちでいいの？なんかこのくらいの広さだと鈍色ドラゴンを思い返すね。え、これ巨人？ヘドロがいる。きちっと処理しよう。火炎壺で落とさねえかな。マジで大賭け。え、この巨人生きてる？え、ちょっと待って待って待って、倒さなかったっけ。マジかよー。いって、ヘドロ投げつけてくるし、チキン戦法は。あ、この時ってだからさ、弓通じないんだよね。ダメージ見てみる。お、やっぱり、あ、16。効いてるは効いてるか。ただ防御力がめちゃくちゃ上がってんね。ここで戦いたくないんだけど、正直。眠ってる間に16が100発撃てるだけのダメージは叩き出せる。いや、ここだってヘドロ重すぎるよ。いや、ガチで重い。やっぱりこれで。遠距離で。プチプチ倒そう。股間を狙う。いや、無駄だった全然ダメだ。まずこのヘドロ
こいつを処理しよう。燃えろ。179か。結構強いよね。この巨人に効くかな。79、26。接近しよう。足踏みを誘発して食らったけど、ちょっとこれロック外した方が良さそうだ。くそ、わかんねえ。足全然わかんねえ。アキレス腱を切る。これがお前の致命だ。いて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 、あのあいつが撃った。やられた。じゃあまた巨人戦いきますか。ってか黒壺がちょっと減っちゃってるからな。黒壺っていうか火炎壺か。でヘドロはやっぱりまず普通に始末をしておく。あと3匹くらいしか始末できないな、これ。火炎壺的に。てかあいつが、あ、また寝た。いて、どうする。あっちのヘドロマジ邪魔。はい、届かない。ラスト。ソウルだけちょっと回収しておく。ソウル回収して、ちょっと待って、やっぱ足元だな。足元でこれを誘発させて一発で、あっち逆側2発やんの危険だな。2発、やっぱ2発か。ローリングできるとスタミナ残しとかないとな。わかんねえ。やべえ。あ、倒した倒した倒した。よし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 。ここでヘドロにやられるわけにはいかないからちゃんと処理しとこう。好きで。え、まだいる。しぶとい。ドランの靴え、ドランってあのドラン。しかもこれってさ、あっち行かなきゃダメ。大掛けとクソ団子。やった、大掛けゲットした。青ざめた下、これはたまに手に入るね。ドランの鎧。え、ここドランシリーズ。ドランの固定。あ、ドランってあるか。ダークソウル2のドラモンドと勘違いしてたわあいつはドラモンドだ。戦士長ドラモンド。ドランとはまた違う。ドランって誰だ。じゃあわからん。こっちはお水がきれい。どうせこれゲロ入ってくるんでしょ。入ってこない。ここら辺はゲロ入ってこない。ゲロを入ってくるやつとゲロを入ってこないやつがいる。ん、これレバーじゃん。え、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 お、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 あれ、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 なんだ。水門みたいなのが上がってきたけど、あ、これで多分橋か。あっち行けるようになるんだね。来といてよかった。
で一回じゃあ上に上がんないといけないから、まあこっち側から行きますか。なるべくヘドロは通りたくないから。このヘドロマジ何なの。鉄輪が欲しいマジで。あ待って、光ってる。アイテムを回収しよう。ドランの総追打撃系だね。武器をねいろいろ試したいんだよね。まあまだクレイモは一択だけど、筋力と技量に触れるようになってくれば、まあいろいろとね選択肢が広がるんだけど、まだその領域ではない。ちょっと言い過ぎでしょ。気づかれた。めちゃくちゃ気づかれてんだけど。奥にさグレソ持ったやつがいるんだけど、あいつマジなんなん。まず釣る、例によって無駄。遠距離戦で俺とやり合おうというのか、この弓さばき。お前は何やるな。いや、やるマジで。気づかれた。しかしあいつは目が悪いのか、なんか目の前で味方が死んでるけど特に何も。ちょっと待って、来ちゃった。やっぱグレソだな。取れるか、後ろ取れないか。蹴ってきた。危ない。やりな。取れる、後ろ、よし取った。バックスタ取って、起き上がった時お前の最後だ。ちょっとこれは施して回復させよう。2回使う。なんかこいつグレソ落としそうな気がするね。何にも落とさなかったけど。あそこにアイテムがあるけど、あれなんだ、アイテムかどうかすら分かんない。これさ、目覚めさせていいの。スープだと思うだろ。全く思わないんだけど。寝てんのか、寝かしておこう。ま、永遠の眠りにつかせてあげるっていうのもまた一つ優しさだけど。残り火使うとか言ってマジ使ってないからな。あ、あそこにまた二人いるね。なんか一斉にさ起きられても困るんだけど。なんなんだ、お前もケツを突き刺す。安らかに眠れ。え、どこだ。そんなことよりここは一周回るだけ。この祭壇みたいなのは何。俺も祈ろうか。このよくわかんない祭壇、深みの聖堂に、深みの聖堂に太陽あれ。こっち側、あ、奥行ける。ってかさ、上通じたけどそれは何だったんだ。あ、やばい、気配がプンプンする。この先雑魚があるぞ。え、どういうこと。よく見ろ、つまりよく見ろ。みんなすげえメッセージ残してるけど、良いやつに注意しろ。なんだ、まだボスじゃないか。霧はねただの通り道の時もあるし、ボスの時もあるしっていう。てかアイテムじゃなくてさ、ただの光ってるあれだったね多分。そうだ、ただの光が反射してるだけだ。あいつずっと眠らせておいてるけど、いや、この1万ソウルをな無駄にしたくないんだよな。かといってすぐここに帰ってこれるかっていうとそうでもなさそうだしね。どうしよう、進むか。犠牲の指輪つけようかな。じゃあ使い道がないからね、犠牲の指輪。正直2つあるし1つつけよう。今別にこれだっていう指輪ないから。 69.3、大丈夫、行こう。はい、神の教師たち。なんだこれ、ちょ待て、え、何これ。
その赤いやつ倒せばいい。ちょっと待って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 、何これ。赤いやつを倒すのか。とあれだね、スケルトンの王的な感じだね、きっと。多分ね。あ、で魂が宿るんだ。なるほど。俺がお前らのその罪を、あれ誰、ちょっと待って待って、誰、わかんない。あ、行った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 。これなんか範囲武器の方がいいね。じゃあいた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 、どこ行った。ええ待って、こっからが、こっからが本番。デブイ、ちょっと待って、デブイ一回離れよう。一回離れて、あとはちょっと一回投了。1スタミナ分、1スタミナ分を使おう。あちゃ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 、なんかこっちの方に来るな。まあ、復活してくるんだろうね、きっと。3振りしよう、3振り。3振りして逃げる。ちょっと、あれやばくない？あれやばそうだから、ちょっと一体逃げる。絶対。で、見えない。見えないが、でもまた、よし。何がいいんだかわかんないけど。行って、デブ、デブが。あるか、こっちからもどん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 湧いてくるね。裏を取る。デブ、デブいた。ほら倒したなんか弱かったんだけど、まあ、スケルトンの王もねそんなに強くなかったからね。ダークソー2の深みの主教たちの、そう、そして小さな人形、え、なんか手に入れたんだけど。で、ジェスチャー、なんかわかんねえ。なんかあれ手に入んのかな、制約が。奥とか、ちょっと待って、2万ソウルあるな。鍵買いたいね。なんか棺の祭事場にある鍵がなんとかって、これ扉？え？マジでわかんねえ。意味不明すぎる。これ絶対、あれでしょ。幻の壁。んなわけないよね。絶対やる。みんなやるっしょ。この先扉があるぞ。いや、ないから。あれなんだ？まあ、とりあえず、小さな人形を手に入れて、小さな人形でどっか行くのかな。多分鍵かな、小さな人形は。てかここら辺全然渡してねえや。小さな銀の人形、おー、わからん、わからんけど、とりあえず帰っていいかな。かがり火じゃないよねこれ、別に。歩いて帰る。あと一応上のところね、なんかそう水門が開いたし、そもそも書とか開けてないから、まあ、こいつ倒して、多分小さな人形を使って先へ進めということか。まあ、2万ソウルあるからこれは取っておこう。水門の上だよね。じゃあ行くところはこれ、この上にどうやって行くんだ。いや、わかんねえ。まあいいや、とりあえず一回降りちゃおう。もう、いや、体力めちゃあるな。なんか超安心できる。いや、安心しきると死ぬけど、犠牲の指輪もつけてるしね。まあ、最悪どうとでもなる。こっちから来たのか。でも
あの先って何にもなかったよね。え、どうしよう。エストも少ないっちゃ少ないけど、こっち側って確か、なんか敵いたよね。いるな。連射してきたな。早い。連射が早い。あいつら、ドクってんだけど。逃げろ。ちょ、早い。ずるくない？くそ。毒に蝕まれるがよい。この先か、じゃあ。こっち。いける。かがり火だと思うだろう？思いますよ。違うのかい？ついてきてるけど、ショトカか？開けられた。どこだか分からん。ああ、懐かしいよ。だから背後の時間だ。ああ、ここ？あれ、ここなんか来たの？こっちではない。てか、あの騎士。倒してえな。せっかく毒で体力減ってることだし。帰ってったか？一人死んだ。向き合っている。向き合いの時間。いて、いて。毒で蝕まれたその体。たわしかな、これ。タワーシールド施しで回復しよう。ちょっと2回使えるね。まだ施しし終わった後、縦にね、構えない時があるからね。そのまま聖鈴持ってるみたいな。聖鈴じゃなくてタリスマンか。タリスマンと聖鈴って何が違うの？2は完全に聖鈴だったけど、3は2つあるよね、開く。ちょっと分かりづらかったけど、これもしやあそこに通じてる？え、またエレベーター。こっち側は？こっち側もそう、扉があってね。なんだって思ったけど、右側にもあったから、とりあえず見てみよう。敵の大軍の予感。あ、ここに通じてんのか。それで、え、ちょっと先覗きたいけどな。まあ、でも行く道は分かった。こっから左へ行く。んー、さっきの橋のとこも気になるけどな。まあいいや、一回棺の祭事場に帰ろう。で、あのばあさんから鍵を買う。2万円で。で、祭事場のなんか奥があんのかな。あんまり祭事場探索してないからよくわかんないんだよね。これあの、ヒットポイント全開だと攻撃力アップのシュワーンが一緒になる。で、鍵買おう。2万円。祭事場裏手にある半ば壊れた塔の鍵、2万円。どうだ、お前に2万円を費やしてやったぞ。裏手ってどっち？しかも多分これが正面だよね。一旦上に上がるか。この霧とかね、いけないからね。裏手、霧だらけ。霧でいけないとかそういうのは勘弁してよ。あ、違うか。なんか、ぽいなーって思ったけど、待って、死なないよね。体力減るけど、なんか書いてある。ロスリックの聖王。よくわからん。あ、そいつを倒せってことか。こいついる。あれ？お、君らじゃん。お会いしましたね。アンリです。深みの聖堂に向かいましたが、エルドリッチの棺は空でした。あの人ぐらいは本当の故郷を目指した。小さな人形。エルドリッチ、イールシール、とても古い幻の都。巡礼者の方がおっしゃっていた。幻の都はファラン城塞の先にある。あ、結局この先ファランか。そこに向かわねばなりません。よし、頑張ってくれ。ここにいれば安心だけどな。そうもいかないんだろうな。
うん、どこだマジで。一回外、あ、達人がいたところか多分。ここのことかな。扉あったもんね。あ、すげえ、ここっぽいな。かーん、違った。じゃあわかんねえ。これ巨人じゃね？ダクソ2にもあったよね。なんか出た今。調べる。巨人の種はまだ落ちていない。え、巨人の種なんて落ちる。あ、これかな。じゃあ、あ、塔の鍵使えた。上行こう。さて何がある。え、待って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 、2万円出したんだぞ。あ、こっち側行けるね。お、別塔みたいなところに通じている。でもさ、まだなんかアイテムがないと先へ進めないとかありそうだよね。上へ登っていった。どっか途中で降りれるかな。一応そういうことはないか。どんどん上に登っていきますか。え、なんだ、金がある。金のね。え、ここ、違うか、なんだ。え、汚れたひもり目の魂。何それ、これひもり目。死んでいる、朽ちている。キーアイテムか何かか、ちょっと見てみよう。ひもり目の魂、深みのソウル。違うな。鍵とかでもないよね多分。あ、鍵になってる。かつて深淵から戻ったという、あるひもり目の魂。深淵から戻ったの。使い道がただよくわからん。あとなんかどっか、え、これだけ。なんかアイテムないかな。まあ、キーアイテムはキーアイテムかもしれないけど、まあ、いずれでも2万ソウル払ってここへ来なければいけなかったのかな。その1でいうアルトリウスの紋章みたいなもんかな。2万円払ってどっかへ行かなきゃいけないっていう。なんかアイテム欲しいな。こっち側とか行けそう。行けるんだけど、一周するだけか。一周するどころか何の意味もなかった。これこっち落ちれるんじゃないか多分。いけるよね、いける。でね、なんかちょっと見えたのがね、あったかふわふわっぽいやつ。ここ、お、いる。ピューピューちょうだい、ポコポコちょうだい。ピューピューとポコポコになってんな。なんだピューピューとポコポコって。わからない。数がいっぱいあるやつ、とりあえず1個あげてみよっか。苔玉とかなんかいけたんだよね、その場に置く。はい、いかがでしょうか。それ違うよ、ピューピューじゃないよ、ポコポコじゃないよ。これはちょっと見ないとわかんないな。まあいいや、後でやっておこう。あそこにアイテムがあるね。ねえねえ、もうお前には用はない。あれ、しかもこれこっからいけんじゃん。あ、違う違う、はしごを下ろす。あ、これでショートカットが開通したってことか。ソウル、あ、なるほど。一回ここ開通すればこのピューピューとポコポコに行けますよという、そういうことね。じゃあちょっとピューピューとポコポコ今持ってるやつでなんか変えられそうなやつがあったらちょっと変えてみますか。ちょっとそれは調べます。黒火炎壺、
ポコポコ。塊。でね、火炎壺も大賭けになるみたいなんだけど、火炎壺はさっき巨人戦で使い果たしちゃったんで多分ない。から、次。七色石。え、ロレッタの骨。犠牲の指輪かいらないな。ジークの酒、太陽印の鎧。え、ジークの酒1個だけ持ってんだけど。ヒットポイント回復か。どうせヒットポイント回復に使わないかな。置いちゃおう。ポコポコ。何なのポコポコって。あ、これソラールの鎧じゃねえかよ。太陽印の鎧ってそういうことか。ライツボ、鉄兜、機関のコッペン、鉄の腕輪。鉄の腕輪ってもしかして、あれ、鉄輪的なやつ。これなんかロードしなくても大丈夫なんだね。ピューピュー呼びかけ。鉄の腕輪、ちょっと鉄の腕輪見てみよう。犠牲はもういいや。鉄、いやちげえ、本当に腕なんだな鉄の腕輪。あ、これもしかしてあれか、ソラールの装備がここで揃うってやつ。そういうことか。あ、じゃあ鉄の兜とかも多分ソラール系だな。ソラールコスがここでできる。あと持ってんのは巨人の種とかもさっきなかったからね。頭蓋、人面こんにちは。精輪は人面助けて。不死の遺骨。火星のなんとか、嘆きの盾。エレオノーラとか、もうよくわかんねえな。ラージレザーシールド。光るくさびし。え、ラジレザーとか俺持ってなかったっけ。ラジレザがなんでそうなのかがよくわかんないけど。預けちゃったか。木箱に預けちゃった。いや、スモールレザーシールドか。ラジレザではなかったな。じゃ、ラジレザは持ってねえや。大家系がまあ1個とりあえず交換できるっていうのをここで覚えておこう。そのくらいかな。一度交換したアイテムは二度目は交換できない。そうだね。どちらか一方って書いてあるからね。火炎壺か紐付き火炎壺は。ま、とりあえずこんなもんでしょう。じゃあ戻りましょう。で、台掛けが2つ手に入ったんで、ちょっと強化しよう。クレイモアを。プラ4。で260か。1回につき19上がるんだね。よし、 OK。 なかなかそう簡単に上げらんないよね。まあ順路通りに多分行ってるから。ダクソとかだったらね、もうあの道を知り尽くしてるから、どこ行けば効率よくかけらとかが手に入るっていうのが分かるんだけど、さすがにダクソ3は順番通り行ってるんで簡単に手に入るものではない、台掛けが。というところで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。あ、そういえばそらね、ちょっと深みの精度を少し調べておこうかな。次どこ行くか分かんないんで。じゃあ今回はこれで終了です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。